立憲民主党・枝野幸男ブーメラン連発で笑い者に。先日、立憲民主党の枝野幸男さんが、GoTo キャンペーンについて、次のような発言をしてしまいました。政府の対応は混乱そのもので、完全に後手に回っている、大変ひどい状況だ。通常国会の会期末に、国会が継続的に役割を果たすべきだと、閉会しないよう求めたが、 それを拒否した政府・与党の責任は大きいとなっておりまして。まあ、そもそもこの GoTo キャンペーンについては、立憲民主党などのおかしな野党は、6月末の時点で、早くやれと要求しておりました。まあ、それが最近は早すぎると批判しておりますので、完全にブレブレ、後手後手なのは立憲民主党でございます。また CO、COVID-19 の影響は、今後数年間は続きますので、0か100で、 対策を講じていたら何もで,きませんですので、臨機応変に対応する能力が必要となってまいりますが、残念ながら立憲民主党は民主党の残党でございますので、そのような能力は全くないため、このようなブレブレ後手後手の批判しかできません。また、国会がどうこうという主張については、 そもそもですね、国会の会期末に閉会中審査を行おうと与党が提案したにもかかわらず立憲民主党などのおかしな野党はそれに反対し応じませんでしたまた反対したのに恥じることもなく立憲民主党などの野党は閉会中審査に参加し妨害し続けているという事実もございます本当にですね、まあ、こういった批判のための批判 反対のための反対は全くもって意味がないどころか日本の政治を妨害し国民の人様の足を引っ張っているだけでございますので立憲民主党には枝野幸男さんには何か批判をするのであれば是非とも批判だけではなくて国民のために建設的な提案を合わせて行っていただくように。 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました